カラカハンドッグとは、ブルガリア原産の森区犬種である。犬種名は本種を作り出したカラカハン人にちなんで名付けられた。別名は、ブルガリアンシェパード、ブマルスコークチャルスコクチェなど。追い立ちについてははっきりとわかっていない。古い犬種で、トルニャックやカルパチアンシェパードドッグと禁煙種であると考えられている。主に、森区犬として、羊を、 狼から守るのに使われていたが、時には家も見張りも任されていた。カラカハンドックは狼とは来ても切れない関わりを持っている犬種である。この関わりは本種の作出の際に狼の血が加えられたことだけではない。狼は通常の野生の獲物を得ることができなくなるくらいに頭数が増加するとカラカハンドックが守るべき存在である羊を襲うことがある。 これをカラカハンドッグが追い払うことにより、頭数を正常なものに戻し、生態系を維持するという大切な役割を担っていたのである。しかし、元よりカラカハン人は生態系についての知識を深く持っていなかったため、このような生態系の維持が行われていたことを近年になるまで知らなかった。そのため、狼はむやみに羊を襲う、泥棒。 害獣としてのみ捉えられ、毒薬の開発が行われると、多くの狼が毒殺されるようになり、頭数が一気に減少し、絶滅寸前になってしまった。狼の頭数が減少したことにより羊を守る必要がなくなり、これに伴いカラカハンドックの頭数も劇的に減少して、こちらも絶滅の危機に追いやられてしまった。狼が急激に減少したことにより、 ブルガリアの森林の環境秩序は次第に狂い始めた。捕食者が少なくなったことにより、それが捕食していた鹿などの草食哺乳類の頭数が爆発的に増加し、森の葉を食べ尽くした鹿は人里まで降りて作物を荒らすようになった。また、鹿の増加によりそれを捕食している狼の頭数も増加し、鹿の頭数も急激に減り、 それを食べることができなくなったものは再び家畜の羊を襲うようになったのである。一時は再び狼を毒殺するべきであるという提案がなされたが、このような環境破壊が起こったためこれを繰り返さないために行うべきではないとする意見が多数を占め、却下された。その代わりに提案されたのがカラカハンドックの刺激を奨励することであった。これにより、絶滅寸前となった。 カラカハンドックの繁殖を推薦し、血統の管理を行うために特別な施設が建てられた。この施設では積極的に本種の繁殖を行い、生まれた子犬を無料で羊飼いに譲渡するという活動を行っている。この施設から羊飼いへ送られたカラカハンドックたちは再び森畜犬として刺激を行い、羊を守り狼の数をコントロールするのに使われるようになった。 この会あって、狼の頭数は正常値に戻り、森の環境は元に近い正常な状態に戻っていった。これにより、カラカハンドックの未来は約束され、狼は毒殺されることなく、済んだのである。狼とカラカハンドックは、今でも頭数は少ないが、このように生態形状の深い関わりを持ち、今後も互いが共存していけるように、動物愛護団体は、 環境の整備とカラカハンドッグのブリーディングを行っている。カラカハンドッグはほとんどがこのように原産地で実用犬として飼育されているが少数がアメリカ合衆国へ輸出されブリーディングと刺激が行われている。滅多に外部には出ない喫水の作業犬で小ドッグとして飼育されることは皆無に等しい。がっしりとした体格ではあるが足は長く頭部は 少し小さめである。マズルは短く、耳は垂れている。コートは厚くもこもこしたラフコートで、毛色はホワイトの地にブラックのマーキングがあるもの。このマーキングは通常頭部と背中に存在する。尾はふさふさしたタレオであるが、半分の長さに弾をすることもある。体交はオス63から75センチメートル、メス60から69センチメートルで、 体重は、オス40から55キログラム、メス30から45キログラムの大型犬。性格は忠実で勇敢である。デズモンド・モリスの犬種辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役性分動振興者、2007年。ありがとうございます。